こんにちは、ブルーフォースです。というわけで続きやっていきましょうか。マリオエスカドウィーン、あれなんかワリオが乗り移ったのかな。ということで、貴様らは誰だ、誰じゃ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 、先生攻撃を受けた。本当に貴様一匹で守れると思っているのかね。のこのこエースよ。だいたいさ、あのさ、なんか頭にトゲが生えてるからエースってちょっと安直じゃない？いや、そういう意味なのかな？どういうことなのかな？とりあえず、いろいろとステータスなんか、やっぱ9、そういうことか、スーパーパワーアップできるやつっていうのが、あれなんだね。エースと呼ばれてるってことなんですね。はい、ということで、なぜかわかんないけど、なぜかペンギンが捕まっている。なぜペンギンが捕まっている？ペンギン、寒い寒いもくれ。あ、そう、ちょっと帰ればよかった。寒い寒い、二度と帰るな。ぐすん毎日かき氷の夢ばかり見てますよーって。なるほどね。うん、俺毎日寿司の夢ばっかり見てる。本当にね、もう金があったらなんかもう寿司いっぱい食べたいよね。うん。そうそう。あ、なんかこの間なんか2、3パート前くらいにさ、なんかほら最近さ、いや人気者気取ってんじゃねえよみたいなこと言われてさ、どこが人気者だよ、再生数とチャンネル登録者数見ろよって言って、いつだって俺はね、数少ない視聴者の皆様にね、変態的なことをずっとベラ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 喋ってな、虚しい毎日を過ごしてんだっていうね、自虐をずっとベラ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 と喋ってたんだけど、そんなことクソどうでもよくって、ね、収入のことバカにしてきたやつもいるんですよ。収入のことバカにしてきたやつ、ね、どうせ YouTube で稼げてるんで、そうだよ、 YouTube で稼げてねえよ。前も言ったけど、ランチ1週間分くらいしかつけて稼げてねえよ。でも趣味で稼げてたらそれでいいんじゃねえかっていう、そういう話。あれ、ちょっと待って、どっち行ったんだ。なんか俺の直感が言っている、左に行くのが正解だと、うん、で多分本来の進む道は右なんだよ。ずっと右に行ってるから、まあ、それはいいんだけど、それはいいんだけど、こっち行って何が、あーなんかあるね。ってことはとりあえずピンキーちょうだい、ピンキーちょうだい、ピンキーあげるよ、ピンキーあげるよ。おー、俺が攻撃受けんのかーい。じゃあとりあえずスパバク、うん、言っとくけどね、対年齢で言ったら俺多分年収かなり上位の方にいるぞ。うん、申し訳ないけど、何に対して申し訳ないのかが分かんないけど、うん、はっきり言うけど本業はうん、かなり稼いでるし、何不自由なく暮らせてますよ。それは毎日そのなんかさ、1食あたりさ1000円2000円のお寿司食べるとかってなったら難しいけど、あ、じゃあ1000円2000円の寿司なんかいくらでも食えるっちゅうの。ちょちょ、なんか一食あたりその、なんかね、一人10万円とかそういうコースを、なんか一生食べ続けるみたいなことになったらさすがにきついけど、うん。なんか月に一回ね、その、一人一人前2、3万程度のお寿司とかだったら全然食える。うん。まあ、いくらかっていうのはやっぱりね、ちょっとね、それを言ってしまうことによって、僕は怒られるんですよ。嫁があんまりそういうお金の話をするな、ということをね、言うんでね。まあ、あとやっぱシンプルに、あれですわ、攻撃受けるんですわ。投資してるからね、投資でやっぱりね、結構ね、いい思いしてるよ。うん、正直。特にさ、その、今年の初めにさ、駆け込み寺があったじゃないですか。駆け込み寺は、あれだから、ダメなんだけど、やっちゃダメなんだ。離婚じゃなくて、離婚のあれだから駆け込み寺しちゃダメなんだけど、そっちじゃなくて、まあ、別にブロスはどうでもいいや。はい、よいしょと。落ちろ、落ちろ。新兄さんのさ、駆け込みがあったからなのかわかんないけど、バコッとこう、金額が上がったじゃないですか。だから一つの、株で20万とか稼げたりとかっていうのが普通にあったから、ね、結構美味しかったよ。うん。その全体の投資で20万稼ぐとかだったら、ちょっとした少額投資で誰でもできるような範疇だと思うんだけど、一株で20万ってなかなかないからね。うん。それで多分、新卒の手取りレベルで稼げてるっていうところがあるからね。たった一個、寝かしておくことでさ。うん。で、よいてよ、あ、ちょ、投げてたのかよ。びっくりしたわ、今。どうしようかな。誰かのめんどくせえしな。雨雨ふれふれゾウさんがお花に吸ったお水をプッシュ、飛べ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 、あと一残って超めんどい、お馬が出てきてこんにちは、長いよ朝この一番、
個チクにされるのか最悪じゃん。カッキーお返しもーす。マジかよ。あれパンブロック俺持ってなかったっけ。パウ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 パフパフ。あーないのか。そっか、どうしようかな。ヘアメブラソウガリア。あいあいち残ってんのか。ちょん優しめ。ふん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 。さらにちびっこも甘いわ。俺の方が甘かったわ。ちょっと待って、どうしよう。届いてねえし、そもそも。ま、あの、要するにさ、あの、なんかそういうさ、人の、なんか、なんだろう、外見だったり中身だったりっていうことにさ、なんかごちゃ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 、なんか言ってる暇があったら、自分磨きしっかりやれよと、あるいは自分が、こう、誰かに何か提供できる価値っていうものをしっかりと考えて生きていくよって、ただそれだけの話なんですよ。それをやった結果、僕は、わずかばかりだけど、ちゃーんと趣味として遊んでたものが、お金になるようなことにもなったし、まあ、別にその金にすることだけが正義だとは思わないけど、でもさ、ただただ時間浪費するだけだったらさ、その別に何かに投資できるものとかさ、その時間を変えるものだったりとか、うん、何かにつながるものを、うん、ダメでしたね、うん、っていうのを、まあ、やってた方が絶対ね、長い目で見た時にね、人生得なんすよ。もう30でおっさんだとかって言ってたけど、まあ、やっぱ人生の先輩に怒られるもんね、30なんか一番楽しい10年間だぜって言ってさ、めちゃくちゃ言われてさ、それを、なんかおっさんだおっさんだとかでいろいろ体力衰えてきてるとかっていうのは、確かに衰えるっていうのは事実としてあるんだけど、それだけじゃねえと。うん。もういろんなその人生のイベントが、そうだよ朝日が昇るラララよいしょ、そう、もう人生でいろんな楽しいイベントがあると、うん、仕事も楽しくなってくるし、子供はどん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 成長してて、どん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 可愛くなってくるしと、うん、ね、いろんなことが楽しくなってくるからさ、そんな、人生しんどいとか辛いとかっていうのは、人生辛いとかしんどいとかって言ってるやつはさ、自分でそれを選択してるだけっていうことにな、もう気づいた方がいいよっていう話を。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。はーいな、あれ、ちょっと待って。あ、いたのか、お前そこに。よいしょ。それは気づかなかった。あ、ピンキー、さよなら。おー、チャラチャ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 ーン、めっちゃ回るやん。うん。で、ただね、一個だけ、みんなに言われて、みんなに言われてっていうか、まあ、コメントがあって正しいなって思ったのは、なんかちょっと説教が混じってる実況マジでうざいんだけどっていうのが書いてあって、それはすまん。いや、なんかね、やっぱりね、ハンザーの精神じゃないけど、なんか言われたらやり返したいっていう気持ちがどうしてもその芽生えてきちゃって、ちょっと待ってね、上下下上下上ね、上下下上下で、上で、下で、上、最後のね。そう、確かにそれはでも言われた、ゲームを見るの楽しみたいし、なんか自分も一緒にプレイしている気持ちになりたいなって思って、多分こういうゲームとかって見てくれてる人たくさんいると思うんだけど、にもかかわらずさ、なんかさ、こんなさ、お金の話だとかさ、投資の話だとかさ、なんか人生こうだぜああだぜとかって言われてもさ、楽しくもなってこないもんね。もっとさ、楽しめよって思うもんね。そんなこと言ってねえでって。どうしようかな。とりあえず、でもそっか。ハールソックーバ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 ー。どうしようかな。ふみふみパニックくるふうくるくるしゅーふん。あ、ちょ余分かーい、余分かい、お前、ま、ラッキー、なんかすごい沈んでいくなと思って、なんか急にシンカーで持ってきたのかと思ったら違ったわ。ボンボインボインボイン、違う、こっち
どうしよう、もうすぐ進化だよな。でも体力的に10か、微妙だな。そして6しか持ってねえしな。ああ、まあ回復できたからいいか。どうしようかな。ただ全体攻撃がある方がいいよな。こいつ、アカリンが欲しかったり。まあ、奥来るか。よいしょ。こいつ、よし、あーちゃ、普通に当たっちゃった。あー。ちゃ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 ここで8かな。86か。微妙な線ですね。どうしようかな。じゃあ、明かりかな。ふっ！あー！先制攻撃できるのは辛いざますね。あ、そしてめっちゃいっぱいいるわん。一体一体しばいてっても仕方がないから、とりあえず星フルで、そろそろレベルアップ？あ、無理か。あ、無理だな。同盟がめんどくせえからな。ちょん。あとは食らわないようにだけ気をつけなきゃいけないんだな。オッケー、ふん、オッケー、ふん、オッケー、よっしゃー、オリアット豆いっちょーと、まあ、あればあれ、踊れ踊れ。あれ3もくれる、なんで。まあ、いやー、嬉しいんだけど、シンプルに嬉しいんだけど、ふん、オッケーさ。となるとやっぱりゲーム実況ってなんだろう、その、遊んでる内容にちなんだことをベラベラ喋っていったりとかも大事だし、それからまあ、わけわかんないことを喋るのも大事だから、まあ、説教じみたことみたいなのっていうのは、そういうのがやりたかったら、なんか、自分でしっかり語れよっていう話だよね。ここに来てすごい回復させてくれた。ありがとう。で、ピーチ姫がいるんだよ、ここにきっと。脱出してきたんだよ、こいつ。ほら、ここ。いやー、やめて、どうしてひどいことするの？そもそも本物のピーチだったら殴れねえって話だよね。よし、じゃあ帰りましょう。クッパ、もうないわよ。ね、急いで帰りましょう。私ついてっから、はいはいはい。ついてこ、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 ついてこない？おっそ。ちょ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 。あれ、ピーチ来ないね。ピーチ来ないよ。ピーチ、ピッチピチ。ピッチピチがどっか行っちゃったから、とりあえず。ボコボコにしば。いや、ひどいよ、マリオ、何するの？そんなこと言って、クッパ様に、クッパさん、は？クッパ様に言いつけるわよ。あら、どっかしら、あいつそんなの気のせいじゃない、そんなのどうでもいいでしょ。やめてって言ってんだろうよ。お前がつけてやる。お前そもそもこれくれんのか。なんでそんなにいるの。あ、びっくりした、めっちゃいるやん。よし、おらら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 。それだったら、普通のジャンプとレサレサピン。ちょっと待って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 。え？ごめん、どうでもいい、どうでもいい。もうなんかお前らどうでもいい。じゃなくてさ、何もくれねえのかよ。何もくれないのになんか、偉そうに出てきてるって、すげえムカつくんだけど。星1個くらいよこしてほしいんだけどな。レサレサ倒したから星10個ですとかない？ないんだな。マジか。重そうなビンタだな。バッキン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 って。まあでも多分レサレサにぶたれてバキバキになる人もいるんじゃないですか。あ、やっぱそういうさ、お嬢様キャラというかさ、ちょっとエスっ気のある。あ、でもなんか全然、なんで反応しなかったんだ、お貴様。ね、こういうお嬢様キャラにやっぱさ、ぶたれることによって性的興奮に目覚めるおっさんとかさ、たくさんいそうじゃない？なんか。
なんかかわいそうに思えてきた。バケレサレサ、バレサバレサ、どやさどやさ。1,2,3,4,5。あ、これも5発いくんだね。マジか。そろそろなんか違う攻撃でもしてくれたらいいのにな。ただただ時間がかかっただけだったっていうね。オッケーです。ドゥー。タッタラ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 タッ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 チャチャパパッピッピキピッピキピーン。何にもなかったね。本当に何にもなかったね。わーん。甘くないよ。おてんぱんにしてくれるよ。いでよ。全然覚えてないっす。誰？言ったばっかりだろうか、ちゃんと覚えとけ。前いただけの同性、はいはいはい。うん、前と同じ、はい、どうせならこいつらとも戦ってみたかったけどな、もはやただのノコブロスではない、スーパーウルトラノコブロスザ・グレートだ。やばい、グレートタイヤマンみたいな感じやな。マリオ見つけたぜー。アホちゃうか、こいつ、ほんま。ドワー、あー、あれ、天井なかったの？ここまで来るのか、今日こそ決着をつけてやるぜ。あ、了解でーす。うおー、行くぜ、マリオ、最後のバトルだ。体と体のぶつかり合いだぜ。かっこいいな、こいつ。本当にかっこいいと思うよ。よいしょ、よいしょ、かっこいいやつは踏みつけてやらないとな。ということで、しまった、ここで出てくるっていうのは最初にクリッとけばよかったな。クリクリしてたのにな。とりあえずじゃクリッとくか。あーちょ、あーちょ、しかもこいつクッパよりもね、ちょっと高いんすよね。さあ行こう。またコアッパだ。卵の殻がついたままなのがなんだか変わらしい姿だよね。最大中60攻撃力、足防御力2だ。かなり強くなったよね。それにいろいろ姿を変えて攻撃してくるそうで、これでも追いかけてくるなんて本当にしつこいというか、見上げた根性というか。ところでこいつどうやってここまで来たんだろう。いやだから飛んできたんでしょ。羽生えてくからね。てか羽生えるからね。おい、オッケー。羽パタクリだもんね。ということで、はい。よいしょ。と、まあ、遠慮なく行きましょう。1しか食らわせられないから、とりあえずアカリンにしといて、じゃあこれで勝負だ。スーパーパワー。まあ、なんかもうさっきのなんとかグレイトと同じレベルになってるけど大丈夫か。あ、いた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 。でも6は変わりないよね。あ、でも踏めないから、とりあえずじゃあ星を振れー。あめしゃっしゃーのピッピッピー。なんか攻撃できる技って持ってたっけ。もう全部使い切ったっけ。あ、星の振れ、違うな、あれも使い切ったっけな。じゃあ仕方がないから。ちょ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 。そんな乙女ちゃんなんか可愛いもんですよ。次の手だぜ。これならどうだ。うん、あー、早い、強い、安い、辛い。じゃあ踏んであげましょう。踏んで差し上げます。でいーでいー。うねね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 。回復、なんぼすんの ?9。かわいい !9 回復。そうか。前の俺だったら超辛かったのにな。ありがとうよ。こんなとこまで頑張ってくれて。最後の選別だ。しっかりと電気マッサージ。つぼつぼ。回れ回れ。ポンゲーン。ありがとう。チャ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 。ほげー。くそー、これで勝ってた思うなよ。ついこさやっつけてやるからな。最後の戦いって言ってたのにさ、次って言っちゃってんじゃん。うん。ノコブロス倒したやつを倒したのだから、ノコブロス倒したとこって言ってんのか。いや、でもやっぱりマリオはノコブロス倒していないわけだし、うおー、わからなくなってきたぞ。まあ、良いわ。さっきのやつもノコブロスに似たようなものだ。よくわかんないけど、亀と同じっていう扱いになっちゃったのかな。これはいけないのかな。あれだな、ゲーム制作者側の都合で似たような感じになってたけど、もう同じところを何回も作ってみましたみたいな、そう言われるのかな。おう、ほうほうほう、セーブします。ここまで来ちゃいましたね。ちょうどレベルアップしたしね。じゃじゃじゃー、一個一個探っていきましょう。
渡していけよ、クイズ大会終わった後。ねえ、もうむちゃくちゃやん。キノコ城はさ、なんかすごいこう、なんだろう。まあ、お城っていう感じするけど、クッパ城さ、あれ、どこがお城なの？どうやって過ごすんだろ、あれ。ね、寝るとこもないしさ、牢屋しかないもん。牢屋に寝かせたのか、部下たちを。ついに泊まっていきませんか、元気パレスね。元気だ、泊まる気ないよ。なんかクッパ倒すとかそういうバッチないんですか、ぴょん。ここはケーキ屋さんだっけ？だよね。じゃあいらない。あとなんかウルトラソウル以外なんかなかったっけ？はい。こっちは。あー、これか。これどうやって行ったらいいんだろう。これ別にいらないか、でも。積ん読が激しいな。ちょ、そう、このキンキノってどうやったらいいの？覚えてどうやったらいいんだ？どうやって登るの？これって。あ、こう？あ、はい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 、はい。ちょ、そんなギリギリチョップしなくて大丈夫ですよ。よっ。あー、ちょっと待って。そっちに落ちんのかーい。待て。そんなことするくらいだったら、スーパーキノコめっちゃある。じゃあスーパーキノコ行こう。いいか。オッケー。よし、じゃあこれで一回死んで、ガハハ、わしの勝ちなのだ、クッパー。違う、間違えた。なんでか。ガハハ、わしの勝ちなのだ、マリオーって言って、で、油断したところに、何復活しよったときさ、貴様、ズゾンビかって言った。そうですって。私、ゾンビちゃんなの。お邪魔しまーす。あ、マリオ押せないのね。で、お気に入りドレスだ。ちょ、あの、パンティーとブラどっかないの？レギンスでもいいけど。急にジーパン。よっしゃ、行こう。ちょ。ここは、グルメ併合じゃないな。空っぽです。何もありません。どんまいです。そうすると、違う。ちょっと待ってね。どうしようかな。貫きジャンプでしょ。ジャンチャージ S いる。いや、ジャンチャージ別にいらない。一般に銃与えられるでしょ。じゃあいらないよな。ちょっと待ってね。ダメージヘール、ナイスデボーゾ、1、1。あー、はいはいはい。だったら1かバチーかくらいの方がいいよね。スーパースピーン。あ、でもこんくらいしかないのか、必要な。ピンチでラッキー。危険でパワー。回復しろよって話だよな。願うのパワー、2回アイテム。あー、2回アイテムある種いるかもしれないね。何が書いてあるって、ジャンチャージくらいでいいのかな？次々しちゃっちゃうし。よし、じゃあジャンチャージにしようか。1か8かをつけたかったけど。仕方がない。さあ、まだまだ時間はあるぞ、クッパー。貴様のことをミニミニしてやろうじゃねえか。そして子供のことはムニムニしたい。オッケー。ガッハ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 ッ。我が輩嬉しいざます。邪魔してきたばかりの貴様をこの手で思いっきりひねりつぶしてやりますわよ。オッケー。じゃあ、パカ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 。無敵の我が輩、貴様が勝てるわけがないざますって。マリオかかってこいわ。貴様の力を見せてやろうじゃ、見てやろうではないか。あ、了解です。じゃあ、頑張って勝ちまーす。とりあえず、じゃあ、投球力2アップするのか。振ります。グオー、ちょっと待って、普通にまずクッパをちゃんと調べとかなきゃいけなかった。間違えた。うんだー、なかなかやりよるわー。やりよるなー、マリオめー。違う、マリオじゃねーよ。こいつ誰だっけ？クッパ。クッパやりよるわー。だが甘いわー。物知りだわー。
50の1、しょぼ、8、踏み潰して爪は6だ。他にもいる、さすが大魔王って感じだね。それにただでさえ強いのに、スターの杖でパワーアップして、ますます強くなるな。こいつを早く倒して、一味を助けに行こうよ。さあ、スターの杖だ。ちなみにこれ、スターの杖をさ、やってるタイミングってさ、貫きジャンプ効くのかな？やってみようか。ふん！あ、効かないんだ。あ、やっぱ防御が5になるからだね。オッケーオッケー、了解でーす。チュイチュイチュイ。うん、あ、11。やりよるな。やりよるな、クッパめ。じゃあ、ちょっと待ってねー。いやよ、いやよ、いやよ、3つめっちゃいやーん。スターフラッシュ。チュイ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 。うわ、なんだこれは。なんだ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 。マスターの知恵がなくてる。スターの杖はなくなってないのか。じゃあ連続しましょう。ドゥドゥドゥ。あ、ちょ、あ、しょ、うんぐぐちょこざいな。しかし勝負はこれからだ。ヒュン。あ、ちょ、無理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 。ちょっと待って、顔色が悪いぞマリオ。大丈夫か。じゃあ貫いちゃいましょう。貫きの、貫きの。ちなみに連続続きにすると、ちょっと待って。下手くそすぎる。ああ。かわいそうに。スターの杖使ったらいいの、かわいそうに。ほい、ちょっと、ほい、最後は、ちょこんと、ちょこっと、ちょこっと、ちょこっと、こう撫でるように。クリッと、クリッと。めっちゃくれるやん。レベルアップはしないけど。うわー、そう、なかなかやりおるな。ちょっと甘く見すぎてたのだ。しかしマリオル、今のは運の小手調べじゃ。やーん。あ、ちょっと待って、ここまで来るのだーって言ってるけどさ、落とす気満々やん。ちょっと待って、こんな体力で戦わせる気？ラスボス、さすがにきついべ。ストーン帽子めっちゃ買ってきていい？あの、10個ともストーン帽子にしてもいいかな。そうするとあれなんだろうなぁ、きっとなぁ。ちょ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 。あ、いる。ちゃんと待ってくれてる。優しいね。あれ？ちょっと待って、セーブしますか？あー、そういうことか！なるほどね。あー、オッケーオッケーオッケー。ちゃんとキノピオハウスで寝てから来いよ、貴様っていうことだな。あー、なるほどね。ごめん。じゃあ、ラスボスは、なんだかんだで、次回もお楽しみっしょ。ねえ、もうボスだけで戦う、こう、てかボスだけに使う贅沢なワンパートを、ラストパートにしたいと思いますんで、じゃあ、一旦ここでね、終了とさせていただきたいと思います。ちょっと中途半端なところで申し訳ないですけどね。はい。まあ、でもマリオの睡眠のところなんか見たら誰も面白くないでしょ。ということで、次回ラストパートにおそらくできるでしょう。僕が死なない限りはっていうことなので、本日の動画は以上とさせていただきます。ではまた。チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して明日も待っててね。ではまた。バイバイ。